グランプリ女子 1500m の決勝です。日本記録が4分5秒27、去年田中希実が更新した記録です。今日はペースメーカーが慶応大学の細井選手が走る予定でしたけれども、この今ランにはありませんけれども、小林さん、残念ながらちょっと今日欠場といいますか、ペースメーカーいない状態なんですよね。そうですね、はい、まあ、本来でしたらこのペースメーカーがいるとですね、どうしても記録にもね期待したいところなんですけれども、はい、今日は勝負っていうことでサブトラックもですね、日本選手権のようなこの緊張感が漂ってたんですよ。今回5名ということですけれども、もう少数精鋭のメンバーがギュッと集まってますから、ね、はい、これはね、もう見ている方も非常に楽しみですね、はい、どうレースが動くのかっていうところですね。どこで誰が仕掛けて誰がまず先頭に立つのかというところも含めてですね、はい、16番の積水化学浦部、そして15番田中希実、そしてこの20番の陣内選手も34歳ベテランランナー、このリレーカーニバルでも優勝経験があります。17番がトヨタ自動織機 TC の後藤、そして18番が唯一の高校生です、小林由里子さんの後輩にあたりますけれども、須磨学園の3年生同性愛者、去年の全国高校駅伝2区区間3位の走りを見せたランナーです。高校生でこうやって出てくるっていうのは、小林さん、はい、また大きな財産になるでしょうね。そうですね、どん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 攻めていってほしいですし、なかなかこういう経験ないですからね、はい、はい、こうやって表情を見ていますと、家谷さん、先ほど小林さんがおっしゃった通り、この映像からも何か緊張感が伝わってきますね。そうですね、本当に日本のトップの選手が集まったということで、はい、お互い意識してるんじゃないかなと思います、はい、一番手前にいる浦部選手が今年の4月10日金栗記念で4分11秒94で2位に入りました。自己ベストに迫る記録を出しています。東京学芸大学出身です。日本歴代9位の記録を持っています。この種目でオリンピックに出たいという思いが強い浦部。ご覧のような風、かなり強い風が吹いています。小林さん、この風の影響かなりありそうですか。かなりありそうです。気になりますね。やっぱり一人で引っ張っていくっていうのはやはり勇気のいることですので、はい、もしかしたら最初にね、最初の直線が向かってますからスローになる可能性もありますね。あ、なるほどなるほど。アスリートビブス16番浦部、15番田中希実、今年の東京オリンピック5000メートル代表、そして20番がベテランの陣内、こちらが後藤、そして須磨学園高校3年生同性。ペースメーカーはいないという今回のレースになります。女子グランプリ 1500m の決勝、田中選手がどんなスタートを見せるのか。手前から2番目の選手です。今年の東京オリンピック5000メートル日本代表に内定しています。1500メートルの日本記録保持者。スタートを切りました。田中は現在2位につけています。2位から3位といったところ、同性が2位、そして1位はグラベです。小林さん、まずグラベが出ましたね。そうですね、はい、積極的に行ってますね、はい、まあ、田中選手は状況を見て判断するというよりも、はい、自分でまずどこで行くってもう決めてレースに挑むタイプなので、はい、彼女はきっと決めてると思いますね。ただ、はい、浦部選手がここまで出ていくっていうのは予想はしてなかったかもしれないですね。なるほど、はい、内側に入って田中が現在、まあ、4位、5位、今ちょうど、ね、5番目の位置につけています。陣内の後ろ、これはどんな記
気持ちで今いるんでしょう、小林さん。当然レースプランはあると思いますが。そうですね、まだレースは動き出したところなので、はい、まあ、自分の状態フィーリング確かめながら、まあ、あの行くべきところで、ね、状況を見ながらっていうことだと思いますね、はい。まあ、非常に今6レース目にしても好調を維持してますし、はい、疲れもそこまでないんですっていうぐらい言ってたので、はい、今日は非常にコンディションも彼女はいいみたいですね。田中が外側に出ました。そして順位を今3位に上げています。最初の 400m が67秒1分7秒です。最初の 400m の入りとしては家谷さんいかがですか。そうですね、あの風があるのでどうでしょう。先週そのタイムと力感っていうんですかね、力具合のズレがどれだけあるかなっていうのが気になるところですね、はい。そして小林さん、はい、今2位につけています西脇工業出身後藤はいかがでしょう。そうですね、後藤選手一気に今シーズン3秒自己ベストということで、この種目で1秒でも大変な、ね、自己ベストのタイムですけれども、かなり好調なので、ね、記録もちょっと狙えそうな今ラップタイムですね、67秒。はい、さあそして田中が今2位に上がってきました。あとは田中選手が小林さんどのタイミングで仕掛けるかでしょうね。そうですね、彼女はやっぱり記録以上にあっと驚くレース展開を、ね、してくれるので、はい、ね、それをちょっと楽しみにしたいと思いますね。800m の通過が2分15秒ですから、最初が67秒で次の 400m が68秒、そして今田中のぞみがトップに立っています。ここで先頭に立ちました。ちょうど 800m 付近でしょうかね、小林さん。そうですね、はい、彼女が日本記録を出した時も800からペースアップしてますので、はい、それをイメージしている感じですね、はい。予想通り田中が今トップに立っています。その後が浦部、そしてその後が後藤。ちょっと今画面映っていませんが、須磨学園の同性はいかがでしょうか。そうですね、春先4分27ということで、まあ、自己ベスト17、はい、ぐらいに、まあ、上げれたらなっていう気持ちはあると思うんですけれども、はい、動きは悪くないですよ。今同性が須磨学院3年生4位です。さあ残り1周になりました。ここからバックストレートに行きますと、今日は向かい風になります。風が前から来ます。日本記録が田中希実が出した4分5秒27、現在先頭は田中。この地元兵庫リレーカーニバルグランプリレースでまだ優勝したことがありません。次の 800m、 800m から 1200m の 400m がまたラップが上がっています。さあ小林さんどうでしょうか、ここからさあまだまだ上がりそうですね、はい。日本記録は4分5秒27、ぐんぐん差をつけています。浦部に差をつけて小林由里子、最後のホームストレート、残り 100m を切りました。ゆかりのある兵庫リレーカーニバルグランプリレース初優勝に向けてラストの粘り、田中希実優勝。球技場では4分10秒台と今タイムが出ています。大会記録は4分9秒02、大会記録更新はなりませんでしたが、見事田中希実が優勝です。今同性が4位でフィニッシュ、そして最後に陣内、ベテランの陣内が今入ってきました。見事優勝はグランプリ女子 1500m 決勝、田中希実でした。小林さん、どんなレース展開に今見えました。もう鮮やかなね、このラストスパート、もう本当さすがですね、はい。まあ、でもあのその中で浦部選手もラストが彼女一番武器なんです、はい。そこをあえて抑えても最初からぐんぐん攻めていく彼女の姿勢もこの好記録につながりましたから、はい、非常に素晴らしいレース展開でしたね、はい。放送席岩さん、はい、見事優勝しました田中希実選手にお話を伺います。まずは田中さん、4分10秒14というタイムでの優勝、今のお気持ちから教えてください。そうですね、と優勝できたのは本当にすごく嬉しかったんですけど、と序盤から出なかった割には後半少し上がりきれなかったかなっていうのがあるので、ともっと上を目指して頑張っていきたいなと思いました。
今日のレース展開としましては800メートル付近からトップに躍り出ましたが、そのあたりはいかがだったんでしょうか。そうですね、急遽ペースメーカーの方が、の出場がなくなったので、そこで、タイムよりは勝負に徹しようと思ったので、そこで切り替えて、怖がらずにテーマを完遂して、ロングスパートで勝ち切れたので良かったかなと思います。地元兵庫の大会で優勝です。今後のオリンピックに向けても一つ弾みがついたのではないでしょうか。そうですね、オリンピックでは 5000m という種目になってくるので、今回のもうそのロングスパートをかけることができたので、このスピードと持久力の部分をしっかり5000でも生かして東京オリンピックも頑張りたいなと思います。おめでとうございます。田中希実選手でした。ありがとうございました。優勝した田中希実に三テレビの村上幸喜アナウンサーが話を聞いてくれました。では今のレースを振り返りましょう。優勝タイムは4分10秒14。家谷さん、田中はどちらかというとこう静かなスタートといいますかね、後方から800メートルあたりで一気に先頭に立ちましたけれども、このレース展開どう振り返りますか。そうですね、本人はちょっと後半の走りに納得がいかなかったっていうようなコメントがありましたけれども、非常に力強い走り見せてくれましたね。はい、小林さん、やっぱり予定していたペースメーカーが不在になったというのはかなりランナーたちにとってはレースプランが狂うものですか。そうですね、心の変化はかなりあったと思うんですけれども、彼女はどんなレース展開でも勝ち切ることのできる選手になりたいということだったので、でも どういうレース展開するかなと思ったら一番きついロングスパートを選んだというところにね、彼女の今後の、ね、成長を感じますね。なるほどね。 5000m での東京オリンピック出場が内定しています。この夏に向けて小林さん、どんな期待をかけていらっしゃいますか。やはり日本女子初の快挙となるこの 1500m で日本代表として、ね、スタートラインに立つ姿を見てみたいなと思います。5000だけではなく、はい、そういう期待も高まる田中希実、見事グランポリ女子 1500m の決勝優勝を果たしました。